生声は初めてかな。セリフ入りでちょっと喋ったぐらいで、普通に生声出してなかったですもんね。世良政則さんの引き金、印象的なイントロあるんですけども、これどう弾くかって思ってちょっといろいろ弾き比べてみました。普通にやるとこんな感じかな。まあ悪くはないんだけど、なんかバンドじゃなくてアコギでやるとちょっとなんか迫力がない感じだから、次石のピック見えるかな。石のピック使ってみます。少し音太くなるんですよね。生で聞いたら結構違ってんだけど、レコーディングしたらあんまり変わんないかな。でこれでもなんかちょっと俺的には足りない気がするんで、次単音カッティングで弾いてみますね。やっぱりただ単音で弾くよりもこっちの方がなんかアコギに合ってる感じでも、まだ俺の中でもう一つ足りないって感じで、今度は全部の弦使ってみたいと思います。間違えた。どうでしょう。だいぶ違うと思いますよね。ではまた。